はい、今日もねバイオの練習を始めてまいりたいと思います。昨日はちょっと友人たちが来て我が家で録音機材の研究会なんぞをねやってみたりして、ああマイクのこれだけ違うねとか、同じマイクでも、オーディオインターフェースの違いとかプリアンプの違いによってこんなにこうキャラクターが変わるのねなんていうことを確かめて、改めてこう機材の、まあ、機材沼のね面白さを確認をしておったとこですが、そのままちょっとその友人たちと一緒に家で飲んだりもしたので、昨日は練習をお休みにしてしまいましたが、今日は練習やってまいりたいと思います。線またきしながらその辺も意識していきましょう。
クターブのスケールはうまくいかないですね。もう一回言っておきましょう。ではリズムパターンキラキラ星。4の指、ね、小指がやっぱり特にパッと押さえるのがね、うん、他上がった部にはいいんですけど、1個ずつね順次進行にいいんですけど、跳躍というのがねフレーズの頭でパッと弾くのがとても難しいですね。
ですね。ピッチがね、自分的に気に食わないですね。うん、それとやっぱり4の指を使うところが難しいですな。うん、では普通のキラキラ星。難しいですね。ですね。
くタイミングと指の合わなさとかね、ティローンっていうのがね、すごく嫌ですね。すごく嫌だけど難しいな。人と祖が綺麗に渡れるとラの音がひどい。難しいですね。退院ね、妻も退院はできたんですけど、横に、基本的に横になってなさいなので、ちょっとこうバイオリン的にはね、ちょっと弾いてるところをこの手の角度とかいろんなところとか見せてほしいなと思うけど、無理はさせられないなと思うので、まあもうちょっと一人で頑張ってみますかね。いや、いささか疲れましたが、今日はうまくいかないですね。うまくいかないです。いや、まあいつもうまくいかないんですけど、いつも以上にこう自分に対する納得性がない感じです。まあそんな日もありますね。頑張ってまた練習してまいりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。